絵本のイメージ浜尾正宏は、詩、ショートショート、児童文学などを執筆する手作り絵本作家。福島県郡山市出身、サソリ座。血液型は、大型。1956年11月、福島県郡山市に生まれる。1974年日本、大学東北高等学校卒業後。 東京デザイナー学院グラフィックデザイン科に入学するが、79年に中退。その後、ホテルのベルボーイ、ドアマン、ベッドメイク、メッセンジャー、セールスマン、保育士、交通誘導のガードマン、新聞社のデザイン科勤務など、点々とする。絵本作家の高橋博之、童話作家の立原エリカ、らの指導を受ける。1981年講談社フェーマススクール。 創作絵本入門に入会。一年間絵本作家、高橋博之の講習を受け、諸女作、もう一度だけかくれんぼを作る。1993年池袋のコミュニティカレッジ、創作童話教室に入会。約十年間童話作家、立原エリカの講習を受け、創作活動に生きる喜びを見つける。 1997年第4回手作り絵本コンクールで、心の歌が特別奨励賞を受賞。1998年、KFS 花のイラストハガキコンテストで、バラが入選。1998年、第29回ジョモ童話賞で、コウモリガサの一番星が仮作を受賞。童話の花束、その29に収録。1998年、 風光短編小説コンテストミステリー部門で帽子が佳作を受賞。コスモ文学賞で同作品が入選。1999年アンデルセンのメルヘン大賞でクリスマスにロンリー・クラウンをが優秀賞を受賞。アンデルセンのメルヘン文庫第16週に収録。2006年日本文学館超短編小説コンテストで 望みの魚が入選。同年、ショートショートコンテストで、ある会話が入選。講談社文庫、ショートショートの花束一夜東田後編に収録。2020年、第23回日本慈悲出版文化賞で、童話は、甘いかしょっぱいかが特別賞を受賞。ありがとうございます。